いや、柔らかくてすごく美味しいです。ニタリクジラのウネスとニタリクジラの皮のお寿司になります。新しい商品として出そうと考えてるもんです。本当になんかちょっとトロッとするような食感で本当に美味しく召し上がっていただけます。柔らかくてすごく美味しいです。今あの流すクジラのやつを食べたんですけど、ニタリクジラの方が弾力があってしっかりとした歯ごたえが、流すの方がふわふわしてる感じです。個人的にはあの流すの方がしゃぶしゃぶとしてはふわふわ食べれて進みそうです。日本で取っているヒゲクジラはビンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ、流すクジラ、適度に間引いて海の生態系のバランスを保って海の維持に貢献しなければならない。3人で今調子です。依然としてこの捕鯨に対する一部の国の不理解、あるいはもうあの意図的な誤解、それから日本に対するこの捕鯨を通じた攻撃、こういうものは依然として続いております。私たちはしっかりとこの科学に基づいた捕鯨というものを世界に訴えて、引き続きこの捕鯨産業というものの正当性を内外に知らしめるべく活動してまいりたいと思います。